ミスタイムさん、今回もガチンコマッチョクラブの動画をお送りいただきましてありがとうございました。再生回数こそね、何百回何千回とは言ってないですけども、その少ない再生回数の中で確実にファンの方ができて、コメントをいただいたりね、やり取りが進んでるのは非常に素晴らしいことだと思います。まあ、そうなんですよ、その再生回数の少ないうちにファンを囲えてるかどうかっていうのがね、すごく大事なことで、例えばこれがね、再生回数が10倍になった時ってコメントも10倍になってるっていうふうに考えることができるんですよね。でとかくですね、再生回数とかチャンネル登録者数さんの増加を合わせると、読者さんの反応がないっていうかね、その読者さんの希望とか、それから感想とかをね、置き去りにしてしまう嫌いがあるんですよね。まあ、そうならないようにすごく丁寧にされてるんではないかなと思います。これが私のミスター M さんへの動画の評価です。でこれからの動画なんですけども、ミスター M さんのこの筋トレ動画ってね、今ね84話までいってるわけなんですよ。これ素晴らしいですよね。で私思うに、まずは動画のアップロードにしても筋トレにしても、いきなりですね収入が上がったりとか、体重が5キロ10キロ痩せたりっていうことを目指すよりも、まずは習慣をつけるっていうふうね、この叩き台がすごく大事だと思うんですよ。まずはガチンコマッチクラブの動画をずっとね作り続ける、でトレーニングをずっとやり続ける、こういう地盤があって、この基礎があるからこそブレイクする瞬間っていうのが現れると思うんですよ。だからね、筋トレって急激に減る時よりも少しずつ減った時の方が反動が出にくいんですよね。まあ、そういう意味で言うと、ミスタイムさんは着実に一歩二歩進んでるんではないかなと思います。で、さすがにですね、もうすぐ100話になるなってことを意識した時に、まあ動画を開始して3ヶ月ぐらい経ってるわけですね。で、見違えるような体力とか体格とかっていうのを期待される方もいるかもしれませんけども、いや、そうではないんですよね。ダイエットっていうのは別に1年がかりで痩せてもいいわけですよ。例えば1年でね、基礎体重が5キロ痩せました、10キロ痩せましたって言ったら、これね、もう増えないわけですよね。こっちの方がいいわけなんですよ。でも短期的に3キロ痩せました、5キロ痩せましたっていうのは、確かにインパクトとしてはあるんですけども、それがね、リバウンドにつながるっていうのは、本当に私たちもね、苦渋を舐めていることが多いんですよね。ミスター M さんの、この100キロからでもできるっていうのがね、我々に大きな希望を与えてくれるのと、ミスター M さんが継続してるっていうのが、何よりの私たちへのトレーニングになるんじゃないかなと思います。さあ、それで、ね、今日の動画のミスター M さんの、ちょっとね、お問い合わせというか、これ聞いてみたいことなんですけども、お水をね、やっぱり飲んだ方がいいと思うんですけども、お水っていうのは、やっぱりね、トレーニングの前と後、どっちに飲むのかなって感じですよね。まあ、両方飲むんでしょうけども、今の時期って汗かきにくいと思うんですよ。ですんで、喉がね、あんまり乾かないっていう問題もあるかもしれません。だから筋トレすると結構汗が出ますけども、こういった 500ml のペットボトルをね、私は飲んでるんですけども、トレーニングの前にまあ1本飲んで、トレーニングが終わった後1本飲んでるんですよ。で、合計1リットルなんですけども、この時期ってあんまりね、ごくごく飲むような感じじゃないんですよね。やっぱ汗が出ないからですかね。ということで私はこういったクッキーみたいな乾いたものを一つつまんで、で水をたくさん飲むようにしてます。なんかお水を飲む時の工夫とかってあったらね、教えていただければ幸いでございます。これ多くの方にまた参考になると思いますんで、運動するだけではなくて、きちんとね、水分補給した方が、ちょっと取りすぎないぐらいした方がいいんではないかなと思いますけどね。その辺のコメントもいただければ幸いでございます。それでは失礼します。